走り方やんなくて一瞬分かんなかったでしょうがこんな感じだけど鬼塚と申します。お願いしま す、ね、ありがとうございます。お弁当箱中川と奥村うどんという名前でやらせてもらってます。よかったね、個人名も覚えてほしいです ね、はい、奥村二度付け禁止だよということで。やってねえよおいお前、串カツ持ってねえだろお前俺モラルとかあるから大丈夫、やんねえわおいお前。串カツやんない、串カツやんねえよおいお前。まあね、頑張っていかなあかんななんて思ってるんで。なんで関西弁なんだよお前、東京出身だろう。やっぱね、こう芸人やってる以上、こう売れたらこうなりたいとかこういう体験してみたいってなると思うんでさ。あ、それはもう全芸人 ね、みんな持ってるでしょ。ありますよね。そうなんか僕なんかはもうこれ売れたらヘアメイクアップアーティストとしてこう売れていきたいなって、ね、なんでなんで売れたらヘアメイクアップアーティストとして売れていきたい。なんで表から裏へ行くの売れて表で行こうぜお前。ボケかい。おちょっとボケじゃねえんだおい、しっかりボケって言うんじゃねえよお前。びっくりしちゃったわお前。奥村なんかこうある、こう売れたらこうなりたい。ある。顔バレされたい。顔バレ。さあもっと知名度つけて、街とか歩いてたり、待ち合わせでいるときに、お、奥村うどんすかとか、あ、ね、オンリーツーの奥村うどんさんですねとか、これ言われたい。もうこれのために頑張ってるんだ。そうなんですけど、ね、声かけられたいのありますよね。ある、そう。承認欲求がすごい満たされるんですよ。満たされ、あれもうギューってなるの、超いいんだよあれ。じゃあ俺が今からその気分味わしてあげるわ。あ、ほんと？ありがとう。そのための、ね、努力をしてきたわけだから、奥村はね。資格がある。声がない。資格がある。俺だけのもんじゃないからね。みんなもあるからね。そのための努力の道にも間違ってないわけ。まあ、あなたも努力してるから、うん、そもそもネオヒロブルーに出るっていうこともすごいことなんですよ。いやね、魔石に入ってブルーに出る、これすごいですからね、うん、もう喋り終わってくんないかな。タイミング悪い、もう喋り終わってた。俺のツッコミ間が悪い。あれ、すいません、オンリーツーの奥村うどんさんです。あー、そうです。うわー、すげー。ちょっと握手してもらっていいですか。はい、ああ、全然大丈夫です。あ、そう見てます。わあ、ありがとうございます。わあ、すごい嬉しいです。いや、とんでもないです。ありがとうございます。キスしてください。はい、あ、いやです。頑張ってください。なんだ？なんだ今の人？あれ？はい。ちょっと間違ったら申し訳ないです。はい、オンリーツーの奥村うどんさん。ああ、そうです。うわあ、すげえ。いやいや、そう。本当に駅前でだ、お仕事ですか？あ、いや、これからご飯食べようかなと。嬉しい。ちょっと握手してもらっていいですか？ああ、全然。わー、すげー、わー、嬉しい。いや、とんでもないです。キスしてください。いやです。頑張ってください。変なやつめっちゃ声かけてくるんだけど。めっちゃ変なやつ声かけてくるんだけど。オンリーツの奥村さんですか？あ、そうです。キスしてください。いやです。ちょ、じゃあじゃあ、その前まではすごくリアリティあって、よかったでしょ？めっちゃよかったんだけど、なんかすっげー俺とキスしたい人がめっちゃ声かけた。どういうこと？それはそうでしょ。いや、将来奥村は恋愛リアリティショーで初日で全員にキスしてバズって売れるんだから。俺将来恋愛リアリティショーでみんなとキスしまくって売れるの？そうだよ。どういう売れ方？すごかったんだからそれも。え、めっちゃ嫌なんだけど。大体その30代か40代、結構年齢層高いタイプのテラサウスみたいなやつね。お、愛の里じゃねえかよ、お前。ネットフリックスのあるよね、高めのやつ。それもメンバー全員って、なんだろう、こう、なんかこう、ドキュメンタルのあの最後のメンバーみたいな感じで、だから初期面が集まって最後が俺だったのね。でバーンってきて、どうも本日はオクラウドです、お願いしますってつぶやったこともって、おい、とんでもねえな、おい、バーンって、おい、しょっぴかれてんじゃねえかよ、俺。どういうことだよ、お前。ここが TikTok で一番バズる。ここかい、ほんで。ここじゃないんかよ、お前。なんで俺こんなやつが売れれたんだよ、お前。いや、そうなのよ。ちょ、やだわ。いや、でも、これでお互い売れるんだから、それぞれの道でこう売れてる。いや、お前も売れてんのか、そう、俺も俺で売れてるわけ。どうやって俺、R1 2回戦突破してもらう。R1 そんな関係ねえよ、お前。その恩恵ねえわ、お前。2回戦ごときだよ、お前。お前、自力で売れてんじゃねえか、お前。こういうのじゃないのね。こういうのじゃない、やだよ、こんなの。あれ？あ、いつの久村さんですよ。あ、そうです。ちょっと握手しますか。ああ、全然。写真とかって大丈夫ですか。ああ、全然大丈夫です。はい、友達がめっちゃファンで。あ、そうなんですね。チーズ、くしゃ、あ、嬉しい。ああ、とうございます。インスタとか上げて大丈夫ですか。ああ、全然大丈夫です。ああ、よかったです。インスタも行きます。ああ、ありがとうございます。頑張ってください。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。これ。これ。めっちゃ嬉しかったんだよ。ああ、なるほどね。めっちゃ頑張ろう。将来、僕らがね、こう、インスタグラマーとして。俺、インスタグラマーで売れんかい。俺将来インスタグラマーで売れるんかよ。爆売れだよ。爆売れ、そう、インスタグラマーで爆売れ、どういうことよ。中野区うどんっていう
港区女子みたいな感じで中野区うどんバリ売れ。じゃあお前それ食べログで中野区でうどん食べたい人の検索見てくれ。なんだそれ。おいお前すごいドレス着た奥村が高校や。ちょっと待って俺女子側の売れ方インスタだしょ。なんで俺シャンパングラス持ってんだよ。じゃうどん一本だけ。うどん一本だけだよ。うどん一本俺こうやって持たねえや。おい女性といっぱい並んでね、もう綺麗な感じで並ぶんだよ。おいでも加工で奥村顔こんぐらいにちっちゃくしちゃってるから うどんがぴょーっと。じゃあおいうどんがぴょーっとサイドのやつら加工しすぎんな。おいお前爆売れよ。バカじゃないんだよお前。嫌だって俺。あそうそう、じゃあ俺お笑いがいいんだって。おい売れるなら。ああそうです。いやちょっと僕今日本持ってきてて、サインあの伊藤さん書いた本サイン書いてもらって、はい、ああ全然全然。あマジっすか。普段持ち歩いてるじゃん。ああはいはい。ちょっとこの開いたところ。ああ、はい、うわあすげえ。あこんな感じで。あありがとうございます。うわ嬉しい。はいはい。これもう人生のバイブみたいな感じで。いやいやそんな読んでてそんな大層なもんじゃないし。あの本当にありがとうございます。あいや全然大丈夫です。頑張ってください。あありがとうございます。あ気をつけて。いやちょっとこれはヤバすぎだって。お前だって売れてさ、うん、本出すってむっちゃ俺才能開花してんじゃん。そうでしょ。これはマジで頑張ろうと思えるわ。奥村が将来ね、美しさは腸内からビフィズキーマスター。おいちょっと待って待って待って、おい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 ちょっと待って。俺どんな本出してるな。何タイトル何。美しさは腸内からビフィズキーマスターっていう本。それ本じゃねえよ。おいお前おい爆売れ。ちげえちげえ、思ってたんとちげえよ。お前それお前生活のところで細いやつあるやつだろ。昆虫図鑑とかと並んでるような図鑑で。おいそんな本じゃねえよ俺。そういう本でね。小説文芸だよ俺書くとしたら。当たり前だろ。なんで俺腸からお前美を改善するんだ。ごめんなさいね。じゃあ俺スケルトンじゃねえよ俺。お前昔のミニ四駆じゃねえんだよ。バカがおいお前走ると思って買ったらプラモデル買ったやつ。悲しいやつね。悲しいやつ味じゃねえんだよお前。本日のプラモデルですね。すげえ。正直テレビで見るのと生で全然違いますね。あいや そんなことないっすよ。生の方がかっこいいやん。いや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 、マジっすか。マジっすいや嬉しい。肌のきめ細かやさが全然違う。そんな全然違う。全然50代の肌とは思わないっすね。俺今の話してんだよお前。そんな20年後の承認欲求の塊みたいなことやらねえよ。時間かけていつでも美しい。時間かけてじゃねえよ。いつでも俺より美しい状態でめっちゃいいわけじゃん。違う違う違う、ちょっと待って。お前もしかしてさ、俺のことずっと美魔女で売れさそうとしてない？いやそうだろお前、美魔女で売れさそうとしてんだろ。おいだって1個目のよ、お前ネデスを高めのレアリアティショーとかよ、インスタグラムとかよ、お前の超辛海鮮ビールのやつとか、あと単純に50代と間違えるよ。お前美魔女で売れさそうとしてんじゃねえか。これ何なんだよお前。なんでお笑いじゃねえんだよお前。うるさくねえだろ。なんだ急にうるせえとお前。俺たちにはこういう売れ方しかないんだよ。そんなわけねえだ。なんでビデオ売れるんだよ俺ら。美魔女とヘアメッカアッパーアーティストの2人で。ちょっと待って、なんで俺ら掃除でビデオ売れるの。俺が表であんたが裏で。どういうことよ。かっこいい。かっこよくねえだろお前。いやもうじゃねえんだよ。来ていただきたい。これうっちゃんなんちゃんじゃねえかよお前。怒られんぞよお前。俺じゃないよ言ったの。俺じゃねえよ。じゃねえよ言ってた皆さん。俺じゃない。じゃあいいよ、なんで拡散しようとすんだよお前。いやいやお笑いに決まってんだろお前。売れるなら本当にもうネタ書くより美しさの方が簡単なんだから。そんなことは握り拳1個分美の方がむずいと思う。ネタの方が簡単だと思う。いや俺はネタ書くから分かるし、奥村は美を追求したから分かるから。じゃあ俺別に美追求者じゃ勝手に俺のさ美の探求者みたいにするのやめてくれない。なんかあれあれ和田っ子の昔の番組みたい。タイトル思い出せないから今の忘れてしまう。タイトル思い出せないから今の忘れてください。ちょっとじゃねえんだよ。下手くそいい加減にしろ朝日さん。